あなたは運命の出会いを信じますか？また遅刻ですよ。いや、約束するって意味分かってますか？子供じゃないんですから。口を大きく開けてください。私は歯科医で、彼は地元で信頼されている漁師でした。こんにちは。先生、いい人おらんの？紹介するよ。本当？楽しみ。自分らしくいられる暮らしを手に入れ、もう恋なんて必要のないもの、そう勝手に思い込んでいた。あの日までは。嘘！まだ病院が。いいからいいから、こっちこっちこっち。ちょっと待ってください。ちょっとどこ行くんですか？もう何年も前のあの日、私たちの背中を押したのは大きなクジラでした。いい出会いでしたね。